米国が韓国は人気集めのために反米主義を利用していると韓国さんの本性に気づき始めたようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。ヴィンセント・ブルックス元在韓米軍司令官は29日現地時間韓国の大統領選挙に関連してすでに人気迎合的な候補らが反米主義と反同盟政治を続けようとする兆しが明らかになっていると語った。ブルックス元司令官はこの日米外交専門誌フォーリンアフェアーズにイムホヨン元韓米連合司令部副司令官と共同名義で掲載した北朝鮮との一括妥結という寄稿記事でトランプ前大統領ムンジェイン大統領時代に韓米同盟が悪化したがこれは人気迎合的民族主義を満足させようとする国防の政治家が主たる原因だったとしてこのように指摘した。ムンジェイン政権の継承を打ち出す一部与党候補が反米主義反同盟の流れを引き続き堅持するとみられるというのだ。ブルックス元司令官は2016年4月からムンジェイン政権初期の2018年11月まで在韓米軍を率いた。米バイデン政権の中韓米国大使候補の一人として取り沙汰されたこともある。ブルックス元司令官は韓米同盟は韓国の大統領選挙期間とその後もその連続性を必ず維持しなければならないとしつつも統合航空ミサイル防衛システムや指揮統制システムの現代化といったホットイシューがポピュリズム的民族主義政治に弱いということもあり得ると懸念を示した。現役時代に訓練の重要性を強調してきたブルックス元司令官は韓国は在韓米軍が主な訓練施設にアプローチできないようにしている政治的障害物を除去すべきとし機動や弾薬使用が可能な少数の訓練施設は準備体制の維持において革新的それになのに訓練場へのアプローチが制限されてきたと批判した。これはキョンサンプクトポハンの水木射撃場において近隣住民の反対で今年2月に在韓米軍のアパッチヘリの射撃訓練が中断された状況などを念頭に置いているものとみられる。韓国陸軍のアパッチヘリの訓練も2018年の南北首脳会談以降半分に減った。主な韓米合同演習の実機動訓練も首脳会談後に中断した。ブルックス元司令官はこのせいで米軍はアパッチ攻撃ヘリ部隊など韓国国内の特定兵力を訓練のため日本やアラスカに再配置することを検討していると語った。直接の言及はしなかったがキョンサンプクトソンジュのサード高高度ミサイル防衛システム基地問題も念頭に置いたものという解釈も出た。ブルックス元司令官は韓国国内における在韓米軍の訓練が難しくなった理由を韓国国内の政治的圧迫と分析した。ブルックス元司令官はムンジェイン政権はトランプ前政権の期間に訓練中断と関連があるポピュリズム的政策を採択したが最近はあまり政治的でないやり方でこうした事案にアプローチしているとしこうした基調は韓国が大統領選挙に差し掛かっても維持されるべきと語った。ブルックス元司令官は韓米同盟の障害物として中国を挙げた。2016年のサード配備決定後中国が韓国へ経済報復を加えたことに言及し米国と韓国が近づくほど中国は韓国をいじめるだろう。韓米の指導者は中国の経済的強圧に対する具体的な対応案を用意すべきと語った。韓米は伝統的な軍事同盟を超え中国、ロシアに対抗して経済、政治分野にも及ぶ共同防衛体制を確立すべきと指摘するブルックス元司令官は中国など外部勢力が韓国の大統領選挙に介入する可能性も示唆した。ブルックス元司令官は韓国は選挙運動の局面に入りつつあり巧妙かつ陰険な影響力の標的になる可能性が高いとも語った。またブルックス元司令官は北朝鮮との終戦宣言は非核化に向けた信頼を構築できるとの見方を示しつつも終戦協定を平和協定と混同してはならないと指摘した。一部からはブルックス元司令官が終戦宣言に
前向きな立場を見せたという解釈が出た。しかし、韓米は平和協定を超え、北朝鮮を同盟主導の秩序へ完全に統合するだろうという寄稿記事の内容は、現在の北朝鮮の金正恩体制が軍事的に完全に無力された後でなければ不可能という分析が支配的だ。それでは韓国さんの反応です。反米反日で暮らす民主党とテゲムンたち、中国には声を上げられない民主党とテゲムンたち、間違いのないように次期大統領を選んで親睦派を追い出し、韓米同盟を堅固なものにしましょう。民主党が反米しているだけで、韓国が反米国家というわけではない。米国のことが嫌いな韓国人なんてほとんどいませんよ。テゲムンのような突然変異のために苦労させられますね。次の選挙で確実に政権交代しなければ、この国がますます共産化されていく感じがありますね。政権によって揺れ動く韓米同盟は本当に危険だ。日本のように、堅固な韓米同盟を維持すべきだと思う。中国は、決して私たちの同盟ではない。反米してる人間は、確実に、中国か北朝鮮のスパイなのだから追い出すべきだ。中国と北朝鮮の南進において、米国がいなければ、今の大韓民国は確実に存在していなかった。そんなお互いに血を流した米国に対して反米で票稼ぎ？反米政治家も、その政治家を支持している人間も、確実に大韓民国の国民ではない。国内に潜むスパイが、南進を妨害する米軍を追い出そうとしている。反米分子は、ごく少数に過ぎないから、そこまで影響がない。しかし、親日、親中、親睦は、韓国社会から確実に追い出さなければならない。それを成し遂げてこそ、韓国は国家として立ち上がることができる。ということで、韓国さんはいつも反日を人気取りの材料に使ってきたけど、最近では反米も利用し始めたようですね。なんだかんだ、コメントで韓国は反米じゃないとか言っていますが、今まで何度米国の文句を言っているのを見たかわからないくらい言ってたと思うんですが、気のせいでしょうか。韓米軍事演習が減ったのは、やっぱり、ムンさんが北のご主人様に配慮しているというのが一番大きいような気もしますが、北の将軍様に毎回許可をもらわないといけない韓国さんの立場も、辛いところではありますよね。米国も、そろそろ本気で、韓国さんとの付き合い方を考えないといけない時期に来ているんじゃないかと思いますが、少なくとも日本は韓国さんとの付き合い方を変えてよかったって感じはします。それにしても米国がいなければ今の大韓民国は確実に存在していなかったとか言っている人もいるようですが、韓国さん、日本がいなくても今の韓国さんはないんですが、それを言っても韓国さんのおつむでは理解できないんでしょうね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。